忘れてました。はい、すごい簡単な状態ね。これがまず、2枚です。ここからどんどん絵を足していきます。この線も一応必要でしょうね。こうよいしょ。で、自分で混乱しないようにやっぱりナンバリングをしときましょう。でね、これ後で中割りを入れるので5ってしときます。はい、次3枚目。着地してる絵っていうか、足が一番、なんだろうな、足というか頭が一番、上がってる状態を描きます。どのぐらい上下動必要なんですかっていう質問ありますよね。どのぐらいなんでしょうね。要するに今足が開いてる分だけ、閉じた時のことを考えて、描いてくださいっていうことです。わかります？それだけなんですけど、上下動どのぐらいしたらいいんですかっていう質問に対しては、で、次ポイントになるのが、このね、移動幅分っていうのかな、この今奥にあるこの足、あとこの蹴り足の、要するにこの、つま先かな、つま先で取ろうか、つま先で取った時の真ん中にこの、足先が来るようにします。そうすればどう、まあ、同じ速度で歩いてることになりますよね。結構こういうのポイント大事ですよ。フォローの歩きっていうのは、引きスピードっていうのがあるんで、その引きスピードがね、このつま先で真ん中っていうのかな、ちょうどぴったりになるようにね、しましょう。この絵は3番というものですね。うん、で、まっすぐ腕を下ろしてる状態ですね。はい、で、足が、これもなんかね、まあね、あんまりパターンで描くっていうのはあんまり褒められたことではないんですけれど、まあ、パターンで描いちゃいましょう。最低限ね。こっち出すか、どっち出すか、ちょっと難しいんですけど、まあこうしときましょう。次、これで、ちょっと順番入れ替えます。順番入れ替えの画面になります、これ。こんな感じで。はい。順番を入れ替えます。んで、1,2,3 で、もう1枚足します。あ、順番入れ替え、次はね、1が5が1になって、これでいいのかな。で、よいしょ。ん、あと積むか。いいのか、こうだからかな、はい、案外あれですよね、こういう気楽な時間って案外ないよね。毎回アニメシュークのやつなんかこう必ずテーマがしっかりあって、まあ結局テーマあるんだけど、今回もテーマがあって、なんかそれをなんかカリキュラムをこなすみたいにしてね、なんかやってたんで、今日はちょっと本当にそうだよね。これ別にみんな有料会員で見てるわけじゃないのにね、これ頑張ってるよね。よし、これで一応ね、最低限、はい、歩いたね、早すぎるかな、ちょっとタイミング、ここでタイミング変えます、こんな感じで、はい、お、歩いたでしょ、最低限、楽しいですね、これだけで歩くんですよ。
ポイントはここまでのポイント言いますよ。まずこのいわゆる原画って呼ばれるやつですね。原画と呼ばれるやつは何がポイントかっていうと絵が開いてるということです。はい、でこの絵、この絵のポイント、閉じているということです。この絵のポイント、開いているということです。原画ね、原画の絵のポイント、次、閉じてるということです。でこれをリピートするとコインが回転してるみたいになってますね。要するにこういう理屈なんですよ。面白いよね。絵の残像現象ってそういうことなのね。だからこの、そう、コイン回転してるように見えない。これ俺よく言ってんですけど、なんかみんなわかんないですよ。で、綺麗に、要するに原画にの絵に引っ張られないで、よくノンガマンとかであるのが、要するにその原画の絵に引っ張られて、なんかその原画のなんかその体の向きとかに引っ張られるんだけど、今ちょっと適当な絵で描いてるけど、真横にするっていうのがポイントです。この3と7ね、3と7っていう中割り、要するに中3っていうよりすごく簡単な、一番簡単な歩きの中3のね、この3番と7番はとにかくこのシュパッとまっすぐでまっすぐ伸びてるってのがポイントです。はい、こういう方がいいのかなみんないつも難しい絵でやりすぎてるのかもしれないね。ちょっとね、こういうちょっと簡単な絵の方がみんないいのかもしれないね。なんか結構ね、この簡単な絵って原理原則がはっきりしてるので結構重要なんですよ、こういうのは。こういうので、で次2番を足していきます。2番ね、2番はここで絵を足して透過する。で上下動は3番に詰めます。頭の上下動は3番に詰めます。なんかここにねシートがあって、これでちょっとここに手を乗っけるとなんか下に映らない。頭の上下動は3詰めです。なんででしょうか、理屈は自分で考えてください。手の動きも1に詰めます。手の開きは1に詰めます。で、足の動き、ここで、かかとが一番上がります。で着地足で、またねここね、足の先っちょと、この真ん中に行って、しっかりと足に体重が乗りましたよっていうのがポイントになります、ここの。で、しかもこの蹴り足は脱力します。すごくしっかり脱力させます。いくつかポイントがあります。脱力です。でこれで2番ができました。さあできましたかね。一応こうパラパラ、本当だったらねパラパラしながらこう書くのがセオリーなんですけど、こう、うまくパラパラできないこれちゃんともうちょっとしっかり書くか。やっぱりね正直紙の方がねうまくできます正直やっぱね、これはなんかその常にこのアプリ上でやっぱりね動くっていうのがポイントで、ちゃんとした絵はねやっぱね僕描けないですね、このアプリではね。はい、
次順番入れ替えます。2を3にして、次は3と5の間の4を入れます。横歩きはさすがに気になって斜め歩きは簡単だな。こうか。上下動はというのもこれね、ボールのバウンドと同じなんですよ。ボールのバウンドって空中に円がたまるんですよね。で、手足は振り子運動なので、原画の絵につなぎます。というふうにいくつかセオリーがあります。で、まあ、その中で変化球というか多少変わったこととかね、っていうのは、まあ、できないことはないんですけど、まあ、ある程度のそのセオリーはあります。よし。あ、これで一歩できました。遅いね、はい、これで一歩できました。だんだん歩いてきたでしょ。もう一歩かけば完成します。これでもなんか見えるな、不思議と。ハード？これ iPad Pro だよ。 iPad Pro です。で、これ iPad Pencil、 なんか Apple Pencil って言うんだっけ。いまいちですね。こうやって遊ぶよみたいな感じかな。これで、慣れればなんか実際の映像になるようなカット描けんのかね、ちょっと、まあ描き方かな、慣れかな。ちょっとこれが商業レベルじゃないけど、そういうのにちょっと通用するとはちょっと思えないですね。本当にその特殊なね、面白いカットとかだったらいいかな。あとそういう作風とかオープニングとかさ、かなり割り切って、しかもいっぱい絵を動かすんだったら、使えないことはないかもわかんないです。その限定的にね。ただ複数人数で、コミュニケーション取りながら、やるとか、ちょっとそういうのにはちょっと向いてない気しますね。なんか、多分そう。なんかね、あの、美大生とかが作りそうな、ああいうアートアニメみたいなのにね、すごく向いてると思う、これ。ああいうのの、その、に、その、これを使うんだったら、なんかね、いいんじゃない。その、ま、アートアニメをバカにしてるわけじゃないんだけど、いや、バカにしてんだけど。ま、半分バカにしてんだけど、そういう使い方だったらいいんじゃないですかね。こうしてこうしてこうか、こうか、だからこうね、これも着地、このね、やっぱりね、ちゃんと真ん中真ん中にこのちゃんと取るっていうのが結構ポイントです。引きのスピードが変わっちゃうとすごくおかしくなっちゃうんで、そこはこう適当なこういうアニメーションでもやっぱキープしたいとこです。
最後ですね。最後は、1に戻るんで1を持ってきて71の間に入れます。これでね、でもね、いいところは、このね、アプリのいいところは、要するに尺感覚を身につけるっていうんですかね。要するに、どのぐらい絵を描いたらどう動くかっていうのを確認するタイミング感覚を身につけるためにはすごくいいと思います。簡単なんで、とにかく。結構そのね、タイミング感覚がない人が、まあね、結構多いんですよね、そのアニメーションやる人はね。どっちに詰めた、これ。7がこれだから1がこれ、ん、なんか変じゃない、あ、いいのか、こうだからこうか。要するに何コマの絵がどう動いたらどう見えるんだろうみたいなね、そういう感覚をすごく身につけるのにいいかな。僕は自主制作アニメをなんかいっぱい描いてたんで、そこら辺はそのアニメ業界に入る前から、まあ、ある程度ですね、ある程度身についてて、あともちろん入ってからもそのクイックアクションレコーダーじゃないけど、そういうのに自分でね、デジタルのデータで取り込んで書いたり、実際ね、どういう風に動くかっていうのを、なんか逐一その原画になった時とかやってたんですよね。それはすごくやっぱり大事なことで、要するに自分の書いた絵がどうなるかが分かんないアニメーターっていうのは、まあアニメーターじゃないんですよね、簡単に言うと。それはアニメーターではないでしょ。絵が動くっていうのが分かってないんだから、その人はね。それはアニメーターって言わないんですよ。なんで、うちのそのアニメ私塾の2年目の課題は、まあ、アニメーションコース、ね、来年からアニメーションコースって形になりますけど、と創作コースの選択制ではありますけど、よし、とにかく動かしてみようみたいなね。よし、できました。これで、リピートになったと思います。よいしょ。いきますよ。お、なかなかいいんじゃないですか。普通に、動いたね。何気にこっちでもこう、コインが回転してますね。まあ、ちょっとぎこちないですね。この手の振りがちょっとぎこちない。ちょっと早くしてみる？早歩き。早歩き。早歩きね。うん。まあ、こっちだよね。これだよね。テンポ的にね、歩きっていうとね。ちょっとゆっくりだけどね。これ4コマっていうやつですね。これ6fps って書いてあるけど、多分4コマってことなんで、厳密に言うとこれは何枚なんだ、中3じゃなくて中7に近い感じ、2コマ中7みたいな歩きのタイミングかな、まあ厳密もっと言うと2コマ、そうだね、2コマ中7でいいのかな、大体テンポ的に、うん、そう、2コマ中7っていうスピードですね、これは。まあテレビで言うと3コマ中5かな、3コマ中5っていうスピードに近いかな、どっちかっていうと、うん、そうだよね、2、7、10でしょ、3、5、15でしょ、だいたいそうだよね、3コマ中5、3コマ中3とか言うとね、これよりは遅いけど、こんなテンポ感になるから、かなり早歩きっていうか走りに近いよね、3コマ中3に近い感じ、これが、うん、3コマ中3よりちょっと早いけどね、ちょっと3コマ中さんってみんな考え、わかる？ 3 コマ中さんって。要するに3コマで中に3枚中割りが入るってことね。そうすると3、4、12、3、5、15、12、だから1歩に対して、9、8枚、24。だから1秒で1歩、あ、2歩か。1秒で2歩のテンポ感。だから 0.5 秒で1歩のテンポ感。だとこれ。ちょっと早すぎるよね。なんで3コマ中損はよっぽど早くないとやんないよね。普通大体3コマ中5だよね。普通の現実的な歩きのスピードって大体。とかね、これで大体その歩きのスピードわかるでしょ。うん、かな？うん。大体。
か中、まあ4とか5かな、どっちかかな。はい。ってな感じでした。なんで皆さんもね、いやなんかね、絵とかにこだわるのもいいんだけど、なんかね、こういう絵でさ、動かしてみようよっていうのが大事ですね。いくつか歩きのポイントあるんです。例えば、足、ほとんど地面のスレスレを行ってるの分かります？ほとんど地面くっついてるでしょ、どっか。かかとつま先。ほとんど地面をくっついてるの分かります？っていうか、ほとんど離してないよね。地面から足を離して描いてないですよね、僕はこれ。そう、これが一つ結構大きなポイントです。で、手足の爪、あと、ちょっと一枚一枚説明していきますと、まずこんなですよ、一枚。みんな適当な絵だと思いません？適当な絵でしょこれ適当なんだけど、動くと割と見えるでしょまあそんな上手くはないけど、俺のアニメーションまあ、うまくとリアルに見えるの分かる？止めるとすごく人間っていうか、こんな適当に描いてるよ、みたいな思わない？いや、これがね、ほんとアニメーションなんですよ。その、みんな、その、止めようが、なんかね、我慢だよね。なんか、絵が上手くないと描けないんですかみたいなやるわけですよ、みんなね。いや、そうじゃなくて、こんな適当な絵でも、絵の連続と、要するに、軌道とタイミングで、動きっていうのはリアリティを生むんであって、別にそのディテールが手が込んでるからリアルに見えるもんではないんですよ。逆に絵をリアルにすればするほど動きがなんか変に見えたりするんですよ、実はね。ちゃんと動きがリアルじゃないとね。で、次の絵、ここはね、どっちかというとテンションっていうのかな、が張ってる状態ですね。力がどっちかというと全体に力んでるってなんとなくわかるでしょ。で、ここで脱力したのわかりますか？脱力、ここの足が脱力している。そして、かかとは遅れて出る。で、ここに力が、全力が入っている感じ、わかるかな。で、ここはビシッとさっき言ったようにまっすぐ。で、だんだん前に出る、まあ、ここはまっすぐね。で、ここでまたビシッと。っていうようなテンポ感っていうのかな。テンションの変化っていうのが、なんか、これだからアニメーションディスクっていうソフト、アプリですよ。アニメーションディスクね、アニメーションディスク、iPad Pro のに入れてる。で、これはペンシルです。じゃあ次枠も何かやりますよ。有料かな、500円ぐらいだったかな、1000円ぐらいだったかな、じゃあね。